こんにちは、アフトンです。つまらなすぎるせ、僕そんなこと言ったらな、僕お前あれだぞ、つまらなすぎる釣りって言ったらずっと僕っつってっかな。気をつけろ、チャットには気をつけろ。うるせえじゃねえ、僕僕うんこちゃってね、布団のね、最新ギャグ。あの、うんこちゃんに3時間前ぐらいにちょっとそれを、そのギャグをやったら、うんこちゃんになんか肩パンされました。超つまんねえって。超布団つまんねえって。でもね、俺的にはね、あの、知る人にはね、きっと受けるだろうなとね、思ってやってます。っていうので、ね、じゃあみんな心して聞いてください。まあね、あの、ソースというか、なんつうの、これはね、あれです。みんな、この中にね、FF10 やったことある人いる ?FF10。みんなあるべ。同年代だったら。なあ、FF10。FF10 やるべ。いいね。FF10 のね、ジェクトのテーマから、ジェクトのテーマをちょっとこういじってね、こう、大三元のテーマっていうのを作ったんだけども、ちょっとやってみます。はい、行きまーす。1,2,3,4, ドゥドゥッ、ジュイーン、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 ドン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 、イー、リャン、サン、スー、大三元デスコレイト。つまんね、俺もやってる、苦しかったわ、今。超つまんね、超つまんなかった、今。うんこちゃん芸能人は誰に出んの？なんでそんなこと聞く？答えてみよう。うんこちゃんは、長野くんだっけな V6 の長野くんでいたっけ？長野くんかな？長野くんに似てます。長野くんと南原を足して割ったに似てます。お前は誰だ？布団です！もうやっちまった。僕。あ、ピッコロが。あ、そうそう。ピッコロが攻撃食らった時の声。お、うめえのかな、これ。うまかった？おぉ、そうなんだ。俺、これ初めて知ったわ、俺。うまいって言われたの。